ついにベールを脱いだ赤門道場2期生。しかし彼らの実力は河野の予想以上に厳しいものであった。果たしてここから合格をつかみ取ることはできるのか。おはようございます。単語帳やってる人もいれば、何してたの？数学やってました。あ、数学やってたんだ。配られてます。あ、はいはいはい。前回実力テストをやって、結構ね打ちのめされた人も多いんじゃないかなと思っていて、ちゃんと勉強してるよね、さすがに。勉強してるよねに関しては自信持って、いや勉強はしてますっていうふうにうなずいてほしいんで、勉強してるよね。はい。さて、前回の最後に皆さんに数国 A の課題を課しました。英語は単語帳1冊覚えてきてください。数学は重要な問題を選んだ問題集を皆さんに配ります。国語に関してなんですけど、古文の助動詞と敬語を覚えてきてもらいます。今回は皆さんの本気度を試すべく、課題をちゃんとやってきたかのテストをします。できてないと話になりません。では国語のテスト10分間用意始め。終了です。筆記用具を置いてください。受けてみてもらって分かったと思うけど、覚えてるか覚えてないかだけだもんね。では同じく英単語も10分です。では用意始め。終了です。筆記用具を置いてください。では答案を回収していきます。解いてもらったら分かる通り、別に絶対見たことある単語ばっかだったよね。実はその東大の英語ってそんなに難しい語彙が試されるっていうことは案外少なくて、単語帳の中で重要とされている単語をしっかりと押さえておくことで、単語力に関してはそんなに困らないのかなっていうふうに思いますね。これで国語と英語は以上です。ちゃんとやってきたかどうかっていうのが今から分かるので、楽しみにしてます、期待してます。では続いて数学なんですけど、生解説してもらおうと思います。だから先生になりきって、その授業を受けた人が再現性を持って解けるようにする、これ日頃の学習でも意識してほしいことで、結局そのある問題が解けるようになったところで全く同じ問題が出るわけはないんですよ。そこのエッセンスをちゃんと使って問題が解けるようなエッセンスをしっかりと意識しながら解説してもらおうと思います。教えるっていう機会ある？たまにその友達のわからないことを教えたりしますけど、うん、あんまり得意だとは感じないけど、むしろ自分も教えるの苦手だな。あ、そうなんだ。友達とかに聞かれたら教えるくらいで、だからその教える時にこれこうやったら解けるよだったら進歩がないんですよね。どういうところに着目するのかっていうところも合わせて、ちゃんと意識できてるかどうかっていうチェックも兼ねて授業してもらいます。控え室に戻るや否や、数学の課題を見直し始める文科生たち。田中とプロコーチは小テストの採点を行っていた。英単語も敬語と助動詞もやればできること、できてないっていうところが僕はちょっと信じられないというか、どういうつもりで来たんだろうなっていうのが
今から皆さん授業をしてもらうんですけど、順番を決めたいなと思っていて、なんか立候補で一番乗りで行きたい人いますか？先終わらせちゃいたい。はい、気持ち的に。じゃあ一番。いいですか？はい。じゃあ準備はよろしいでしょうか？はい。ではまず1問目、まあ、基本的な問題だと思うんですけど、解説してみてください。はい。共通問題はもう非常に基本的な問題を出しました。まあ、東大受験生だったら当然解ける問題だと思うんですけど、やはりね、思考プロセス、なんでその試験機をするのかっていうのを意識して解説してほしいですね。この問題で言うと x プラス y プラス z イコール1から文字を実質的に一つ消せるじゃんっていうことを思ってほしくて、その上で xy の二次方程式になるわけなんですけど、2つの文字が動く場合っていうのは片方を固定したい。だからこそ x の二次関数としてみて平方完成。この思考プロセスも合わせて説明できるかを確認するための問題です。それでは解説始めたいと思います。この条件式を見た瞬間にとりあえず文字を一文字消してあげたいなということで、文字は X と Y っていう二文字が残っていて、一文字固定をしてあげて X 上で整理することによって Y という一文字を固定しながら X だけを変数にする。 X イコールマイナス2分の 1y プラス2分の1の時にここ最小値を取るわけです、うん、なぜなら下に凸の二次関数のグラフですから。したがって y イコール3分の1の時に x 乗足す y 乗足す z 乗、元の様式の最小値が3分の1になります、うん、もう大丈夫、いい感じ、全く言うことないです。続いてこちらの問題、はい、整数問題ですね。はい。文系に出題した2問目は実際に2019年に東大で出題された問題です。まあ、この問題一見難しそうに見えるんですけど、整数問題の基本的な考え方っていうのを押さえていれば解ける問題なので、難問に対してもしっかりと再現性のある、そういう思考プロセスっていうのを抑えられているかを問うための問題でした。まあ、最大公約数の場合何を使ってあげればいいかって考えた時に真っ先に思いつくのがユークリッドの互助法が出てきます。はい、N が奇数の時っていうのをちょっとやってみようと思うんですけども、うん、まあ、残りの2が出てきちゃうよねってことで、うん、最大公約数というのは2になります。うん、まあ、4の倍数足す1ですので、うん、N が偶数の時は最大公約数が1って分かります。うん、素晴らしい。はい、では続いてカッコ2、これを使って考え、うん、この問題も考えるんだろうなっていう、まず検討はつくとは思うんですけど、うん、ならないことを示したいので、うん、じゃあこれ配理法を用いてあげて、うん、なると仮定して N 乗プラス1って今回この間に存在している数になるので、うんうん、N 乗プラス1っていうのはこれは紛れもなく平方数ではない、うん、3になり得るのかどうかっていうのを調べてあげたいわけです。でこちら、ここまでいったらやるだけだからいいと思う。あとやるだけですか、いいですか。うん、思考プロセスベースを意識した説明ができてるなっていうふうに思ったけど、はい、記憶を手繰り寄せてるなっていうのはすごい感じたかな。うん、できる人の思考っていうのを言語化していくっていうのを日頃から意識すると、こういった問題も難なく解けるようになってくるかなっていうふうに思うね。はい、数学に関しては合格です。本当ですか。うん、ありがとうございます。レベル高いなって感じたんで、はい、頑張ってください。頑張ります。はい、まあ、自分で回答プロセスっていうのはある程度は理解してたつもりだったので、河野先生と田中先生の前に立っても、まあ、ある程度はできるかなっていうふうに思っていたんですけども、ところどころ詰まっちゃったりとか思考停止しちゃう場面だったりっていうのがあったので、その解法だったりそれからパターンだったり、そういったストックを増やしていかなくちゃいけないのかなっていうふうに思いました。解説テストが終わった文科生は別室にて自習を行う。一方、控え室では地下を固定して、さっき固定するって言ったけど、なんで固定したいと思ったの？例えば X を固定して、その中で Y の取る最小値を求めて、でそこから X の固定を外して求めたら求まるんじゃないかなと思って、実際それで求まるんだけど、なんか固定したいなじゃなくて、なんで固定するのがいいと思うのかっていうところまで言語化できるとよりいいかな。固定するとどうなるの？ここについて、もう一回平方完成をする、
OK、まあ、おおむね思考プロセスはちゃんと言語化できてました、はい、では続いて赤門道場模試と全く同じ問題だと思うんですけど、どういうふうに考えていくのかっていうのを説明してください。はい、理系に出題した2問目は実力テストと全く同じ問題です。まあ、この問題のポイントは解けなさそうな全化式を見たときにしっかりと予想して実験してあげて、それを数学的機能法で示していくと。でその際数学的機能法で n イコール k っていう仮定だといけなくて、 n が k 以下の場合を仮定しなければいけないと。まあ、そこも合わせてね解いたい問題です。まあ、理系のみんなは実力テストがボロボロだったので、ここでちゃんと復習してるのかっていう勉強の姿勢を問うために出題しました。 an イコール n 分の1で、うん、bn イコール n プラス1分の1じゃないかと予想できます、うん、なので数学的機能法でこれが正しいことを証明します。n イコール1はのこれより正しくて、うんうん、n イコール k の時は、うん、an イコール k 分の1と bn イコール k プラス1分の1、その元で n イコール k プラス1が成り立つことが証明できれば言えるんですけど、 k たす1分の1で n 分の1っていうのを示したいわけ で k プラス1の時も正しいよね。結論から言うと1個大きなミスがある、論理的に。計算は全く問題ないんだけど、 n イコール k っていうただ1点、1つの n に対して正しいっていうふうに仮定した場合に次が証明できるかなっていうことを考えるわけだよね。っていう今の論理でいくと、1個ここのまあ画面の中にあるんだけど、何か間違えてるところあるよね。数学的機能法で仮定してるのって一つだけなんだよね。 BL だけを L プラス1分の1に置き換えられるわけ。そうすると B1 から BL マイナス1については何の仮定もないから、そういうふうに置き換えちゃダメっていうの分かる。 N が L 以下の全ての自然数について正しいと仮定した場合に次を示すっていう。シンプルに聞きたいのは、こうやって同じ問題じゃないですか、うん、復習はしたっすか。2回しました。2回した。うん、今できてないのは何でかって自己分析じゃないですか。ただ単にすごい式変形だなって思っちゃって、その深掘りをしなかったので、うん、その根幹にある思考みたいなのを全然理解しようとしてなくて、うん、そこが大事なんだよね。どういう思考プロセスをたどれば解けるだろうかっていうことをちゃんと一個一個深掘りしていくっていうことによって、初めて東大が出すような難しい問題を解けるようになるんで、いい復習っていうのをできるようにしてください。はい、復習ってことを取り違えてたなって思ってて、その同じ問題を解けるようにするのが復習じゃなくて、大切な思考の過程っていうところを無視してたので、自分に足りないところが分かりました。相加相乗使えないかな、あ無理だな、うん、y イコールなんとかの形にして代入しようかな、いやでもちょっと汚くなりそうだなみたいになるんですけど、うん、ちょっとひらめいちゃったんですよ。あらコーシーシュワルツの不等式があるじゃないかと。 x あれあれこれでしたっけ。あ待って、公式をど忘れした。 A ちょっと待ってくださいね。これやると汚くなるなっていう方法で解いてみていいよ。いやうわやっべえ、ちょっとこれどうやってやんだっけな、でめちゃめちゃ考えて頭真っ白になって、なんとなくこういう式変形するんだったなっていう認識なわけよ。なんで代入するのか分かってないけど代入してみる。で平方完成してみる。答え出たところでこの問題は解けるけど他の問題解けるようになってるか微妙よねっていう、そういう結論になってしまうので、そこの行間をちゃんと日頃から意識しましょう。はい、こちら東大の問題です。お前がこれをちゃんと思考プロセスベースで説明してみてください。最大公約数求めたいんだけど、なんか場合分けしていくうちになんか目的を見失いました、うん、じゃあもう一回目的は何なんだっけ、なんで読んで考えたんだっけ。
予習用課題にまんま載ってる問題なんで、はい、ありました。しかも割と前半で、ね、前半にありました。うん、チラッと見ただけで終わった。チラッと見てなんかできるんじゃねみたいな感じで思ったら、うん、実際やってみたら全く歯が立ちませんでした、うんうん、初心に帰ってしっかりどの問題ともちゃんと正面から向き合っていきたいです。うんうん、チラッと見てなんかわかるなんかわかるってなりがちなんだけど、それ当たり前。例えば平方完成するとか、あ、平方完成俺できるってなるわけよ。思考プロセスベースで頭から終わりまで自分でこう導けるようにしていく、そこを日頃の学習では意識して取り組んでください。はい、本当にボコボコにされました。完全に自分のその勉強不足、普段からの勉強に対する向き合う姿勢、これがちょっとあまりにもひどかったのかなって思います。まあ、数学は暗記教科とか言い張ってる時期があったんですけど、まあ、ちょっと今日のを通してやっぱ数学は本当に思考力、これに尽きるなって思いました。基本対称式を使って作ってもいいんですけど、うん、それを作るのが面倒くさそうな形なので、うん、変数を1個消すために 1-x-y の形にして丸2にその xy を代入したら z が求める。はい、正解なんだけど、平方完成したじゃん、はい、x について。そこってなんで平方完成したの？そこ言語化できる？2乗の形にすると、うん、その括弧の中が0になった時を考えられ、例えばだよ、じゃあ 2x2 乗の部分がまた 2xy とかに変わった場合どうやって解く？固定する。あ、そう、この今俺が新しく出した問題を、あ、一文字固定だっていうふうに思えたわけじゃん、はい、だったらその元のやつも一文字固定として見なすのが合理的で、違う問題に見えるものを同じ問題として捉えてあげることによって、これが結果的にいろんな応用問題を解く力につながっていくんだよね。日頃から意識してもらえるといいかなと思います。わかりました。じゃあ続いて2問目、まず何を考えるかって言われたら、うん、ならないことを示すので、うん、配理法括弧1を使いたいので、うん、n が偶数の時と n が奇数の時で場合分けしたい。初見解けなかったわけだよね。回答を見て、あ、こうやって解くんだっていうのは分かったと思うんだけど、じゃあ何を抑えてれば初見で解けたんだろうっていうことをその時に考えれば、今ここの部分の伏線からこうしたくなるな、今解説しながら感じれるようになるはずなわけよ。解けなかった問題に出くわした時に特にそれをやってみる、これを繰り返してもらえればかなり力はつくんじゃないかなっていうふうに思います。まあでも全体的にその言語化できてる片鱗は見えたんで頑張ってください。わかりました、ありがとうございました。はい、引き出しが足りてないっていう感じはあるので、いろんな問題に触れたいなと思います。全部の最小値、うん、3分の1で、うん、それぞれも3分の1です、うん、とりあえずまあ答えは合ってるんだけど、 z イコール 1-x-y を代入しました。何したの？ z を消しました。そう、 x について項べきの順に整理して平方完成しましたと。なんでそれしたいなと思ったの？他のこういうのを解いた時もそう解いてたので、うん、それでそうしました。なんか見たことあるからっていう風にして解けるのか、思考プロセスベースで解けるか、これには大きな差があって、これが結果応用問題解けるかどうかの差につながってくる。なので日頃からそれを意識しましょう、うん、じゃあそれを踏まえて、次の問題、見ただけじゃなんかよく分かんないなって感じなので、うん、一旦代入します。でどうなったらいいなと思う？法則見つかったら、うん、それを機能法で直せばいいかな、うん、そう、そこまでね、思考プロセスはそこまで。n プラス1の式にこの l プラス1を代入したらいいかなって思ったんですけど、うん、まず根本的に方向性として違う。 an イコール n 分の1を示せって言われたら、本来だったらだよ、an イコール n 分の1が正しいっていうことを前提に議論進めちゃダメでしょ。 al イコール l 分の1、そして bl イコール l プラス1分の1っていう仮定を使って al プラス1っていうのをうまく求められないかなっていうことを考えていくのが出発点。
とりあえず機能法でこの式に L プラス1を入れてみようじゃなくて、今自分は何を求めたくて、何の条件があって、何が使えて、どういう目的でどういう式変形を行っていくんだ、そこをちゃんと明確に道筋を立てないと、もう泥沼にはまる。復習はしたっす。復習はしました。でその時どういうふうに思った？そうやるんだなぐらいで、済ませちゃうから多分今一回再現しようとすると、これってどうやって解いたっけみたいな風になっちゃうのかなって、どうやって解いたんだっけっていうふうに記憶を頼りに解こうとしない。思い出すもんじゃないから。学校の定期テストは解ける、全く同じ問題が出るから。ちょっと思考力を問う問題になると途端に解けなくなる人の結構典型的なパターンにあると思うから、そこは本当に意識的にやってもらえればだいぶ変わるんじゃないかなって。英国のテストはちょっと見させてもらったんですけど、なんか正直そんなになんかやってないかなっていう印象を受けたの。原因とかシンプルにやらなかったのか、やれなかったのかとかいろいろあると思うんだけど、なんかいやいややってるというか、なんかもう覚えようとしてる気があるつもりなんですけど、ないのかなっていうのは、俺今日多分30分とか朝とか見るだけでも解ける問題なんじゃないかなって思ってて、いや朝電車で見ました。あ、見た。え、英単語はどう？毎日やってはいたんですけど、できないなって、共通して多分覚え方に原因がありそうな気がするね。覚えられてないな、じゃあこうやったら覚えられるかなっていうトライアンドエラーを繰り返す中で自分に合った勉強法っていうのが見つかっていくわけね。合格者全員に言えることとしては、覚えるまでやりきってる。別にみんなそりゃ復習してるし、みんな毎日単語見てるし、それはみんな一緒、毎日単語頑張って覚えてます。これは別にこと入試においては別に何も偉いことではない。大事なのは覚えたかどうか、ただその一点のみ。そう、うまくできないみたいなのがあったわけじゃん、きっと。そこがなんか解決すれば、多分一歩一歩なんか進んでいけるのかな。だから一個だけ確認したいのが、そのやる気があるかとか、その本気でやりたいと思うかみたいなとこだけ教えてもらえ、もう一回だけちょっと聞かせてもらえれば、僕は別に全然マジでいくらでもサポートするし。やる気があるからここに来てます。それは間違いない。そこだけは。絶やさぬよう頑張っていきましょう。考えることをあんましてなかったので、ちゃんとそこをやっていきたいなって思いました。普段は眺めてじゃないですけど、そんな感じです。 X について式をまとめます。なんで？あ、 X が X 次乗と X と X0 乗があるので、それがいいかな。なんでいいの？その後にたすきがける。これ結構あるんですけど、多分ここをどうにかしようとして、なんかここしか見なくなるみたいなのが原文でもよくあって、なんか防線しか見なくなるみたいな、なんかもともと何をしてたっけとか、何を求めさせられてたっけみたいなのを忘れちゃうみたいなのが原文でもよくある。この問題って結構序盤の問題なのよ。解いた解けた。じゃあそれちょっと再現してもらえれば。じゃあめちゃくちゃ簡単な問題言うね。 2x 2乗足す 2x 足す1、これの最小値はって言われたら分かる。何するかを端的に言ってほしいんだけど、何する？なんて言うんだっけ、平方完成だよね。もっと言うとグラフで考える。でグラフで考えた時に二次関数ってなったら平方完成することでその頂点が分かるから平方完成するんだけど、今回 XY っていう2つの文字が自由に動くわけ。どうしたい？解説講義見た？なんて言ってたかを覚えてる？これ結構序盤だし、トップ2ぐらいの簡単さだと思うんだよね。あと今回国語と英語の点数、多分自覚あると思うけど相当良くないですと。それって勉強してってできないのか、自分の中で甘えがあってできなかったのかで言うと、実際どっちなんっていうふうに思ってる？後者。
それはどういう理由？本気で東大目指したいっていうさ、意思を伝えてくれてたわけじゃん。なんで甘えちゃったんだろうなっていう。自分の中では覚えたつもりでいた？それとも覚えてないなっていうふうに自覚あった？ちょっと覚えきれてないところがあるなって。正直言うと多分今のままだと受からない。正直須藤さんからはやってるね、頑張ってるねっていうのがあんまり伝わってこないなっていうのが正直なところ。やってこなかったら、うん、まあやる気ないんだねっていう烙印を押さざるを得ない。本当にやることやって頑張ってるねっていうところを今後見せてほしいかなって思います。はい、もっとやんなきゃいけないっていう自覚が足りないかなと思いました。今日から気持ちを切り替えて頑張っていきたいなと思います。ということで一日お疲れ様でした。まあとりあえず結果なんですけどこんな感じですね。正直合格点上げられるのは井川くんぐらいですかね。まあ、井川くんはちゃんとやってきたなっていうのはすごい伝わってきて、他の人に関しては言われたことをしっかりとやるっていう、そういう素直さっていうところは必要かなと思います。生半可な覚悟じゃ受からないっていうことは今改めてここで肝に銘じてほしいと思います。まあ、今日をもって甘えてた自分がいるなっていう自覚がある人は、まあ、気を引き締めて頑張ってください。本気で向かってきてくれたら僕たちも本気でサポートしますよっていうふうに思ってるので、まあ、皆さんのやる気も最大限引き出そうとはするんですけど、最終的に腹をくくるかは皆さん次第なので、いろんな厳しいことも言いましたが一層本気になって東大合格に向けて頑張ってくれると思うので、協定まで180回ぐらい寝たら来ますよことですね。そんなにないぞっていう、そして、うん、やれるだけやってくださいっていう。ここで腹くくれれば今後の人生きっといい財産になってくれると思います。頑張っていきましょう。撮影終了後、そこには先生やプロコーチに積極的に質問をする門下生の姿があった。ラスト、あと1個、アメリカ層だね。アディオンの丁寧に使える、うんうん、うぃー素晴らしい、いけるじゃないですか。意外といける、いや意外といけるもんな、そういうもんなんですよ。口に出すといいです。そうです。では本日の方の式やっていきましょう。数学が大きな課題だと考えた河野は、河野式による直接指導を行うことにした。河野式は河野塾イズムが誇る最強の学習プログラムです。生徒さんは事前に徹底基礎講座で予習をしてきてもらって、毎週の授業を通して少人数制でその成果を競い合ってもらうというものです。これによって学習するべき知識の定着度っていうのが段違いに上がります。赤門1期でもそれによって合格をつかみ取ることができたので、今回の赤門2期生でも成績を上げるための最適解として導入しています。いやでも今回のね、課題テストを経て文科生たちの意識も明確に変わったなというふうに感じているので、ぜひ東大本番まで応援の方よろしくお願いいたします。